ジャメル・エディン・メスバフは、アルジェリア・コンスタンティーヌ・県ジグード・ユーセフ出身の、同国代表のサッカー選手。ポジションは、DF ・ MF。メスバーとも表記される。メスバフは、フランスの US アヌシー・コール・ルイコールビューでキャリアを、はじめ、2001年に、セルベット FC に、スカウトされた。2003から04シーズンから、トップチームに昇格し、 11試合3得点を記録した。2004年夏、クラブが財政難に直面していたために FC バーゼルへ移籍した。ここでは主に控えとして起用され11試合1得点を記録。2006年1月に当時リーグドゥの FC ロリアに貸し出されたがデビュー前に負傷したため出番がなかった。2006年夏に2部の FC アーラウト契約を結ぶ。 二年在籍中は主にレギュラーとしてプレーした。2008年7月1日に FC ルゼルニエと移籍したが、ほとんどがベンチスタートでわずか出場6試合に終わった。2008年9月1日、メスバフのキャリアの中で最初のイタリアのクラブとなる US アベッディーノと契約を結んだ。2009年7月 US レッチェに加入。レッチェでは左 SH や中央。 左 SB とプレーした。そのユーティリティープレイヤーとしての能力に、イタリアの複数のクラブから関心を寄せられることとなった。2012年1月18日、レッチェをサリメーモン AC ミラーに加入することが発表された。次の日にミラン側は移籍金を明らかにしなかったが4年契約を結んだことを発表した。2011から12シーズンのコッパイタリア。 準々決勝 SS ラツ予選でスタメンフル出場しデビュー戦を勝利で飾った。続く準決勝ユベントス FC 戦で1から1と引き分けている中で初得点を挙げ一旦は勝ち越したもののロスタイムに返され2から2で引き分けた。2試合合合計3から4となったため決勝進出を逃した。2013年1月25日パルマ FC に完全移籍した。 2014年1月29日からシーズン終了までの半年間、AAS リボルのカルチョに期限付き移籍した。2014年9月1日、フワン・アントニオとの交換トレードという形で UC サンプドリアに移籍した。スイスのクラン・モンタナで行われる2010フィファワールドカップへ向けてのキャンプにラバー・サーダヌ監督に招集された。2週間後の2010年5月28日、 アイルランドとの親善試合でアルジェリア代表デビューをした。最終的にワールドカップのメンバー23人に選ばれた。ありがとうございます。